メーションすごく重要なんで、最低でも6時間は何かしらの編集的な作業をしてる。だから大体ね、漢字とスペルが間違ってることが多いの。怒られてもいいんだったらやるぞ。Hello there、 始まりました。マジャチャンネルです。今回はですね、はい、ただやびの動画ができるまでというのを見せたいと思いますね。まあ昨日はね、ついに総先生のね、授業が開講されてですね、ドワーッと再生されてすごいことになっていますが、まあその辺のことはね、サブチャンネルでも話したいと思いますが、僕はどういう風に撮影して、まああのね、スタジオツアーやってくださいとかっていうコメントも来てたんで、ちょっとまあスタジオの様子、どういう風に撮影してるのかっていうのを見せて、その後ですね、どうやって僕が編集してるのかっていうのも、ちょっとですけどね、当然あの全部編集してるとこ見せたら2時間とかになっちゃうので、そこを見せたいかなと思います。それでは見てください、どうぞ。こうやってやってで、こっち違う、ここでね、だいたい滑ってできるエリアで、こういう移動でやってですね、こういろいろ変えられる。上から、あ、いい感じで映ってますよ。 OK、OK、 どういう感じで撮ってるんですか。こっち側が時間、近い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 、こう時間が出ててちっちゃい。やっぱこう照明がね、いくつもこうあるんですよ。こんな感じでスタジオで撮ってます。はい、レックします。じゃあ先生、タイミングお願いします。ここで始まりましたただびトイック講座。今回はトイックパート4ですね。新しい形式を扱っていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今回ですね、そうなんですよ、このね、カフェテリアですね、気をつけてください。で、カフェテリアって聞くとなんかおしゃれなところを思い浮かべる人がいるんですけど、基本的には食堂です。だからトイックの場合だと大学の食堂は、まあ、出てこないので、まあ社員食堂だと思えばいいです。慶応大学とかね、この学食とカフェテリアがさ、別に存在してて、なんか別のイメージを持ってるんですけど、同じことです。で、これは言わないんですよ、こいつは言ってくれません。答えで言ったらこれナンバーオブスイーツだし、1のやつですって言ったらフードバラエティーだし、一番高いやつですって言ったらナンバーオブスイーツだし、レノベーションっていうのは改装を良くすることですので、だから答えはこれっていうふうになりますね。で、レノベーションすごく重要なんで、説明しますね。もともとの動詞にするとレノベートっていう形になります。レノベートっていうのは、ここにね、見たことないですか、ノバっていうのが入ってますけど、スーパーノバとかですね、超新星とかって言ってるそうですが、ノバっていうのは、新しいっていうですね、まあ、ノボとかです、新しいっていう意味の形容詞ですけど、こいつです。で、これの名詞がレノベーションです。で、リがついてるですね、階層は3つ覚えておかなきゃいけません。とにかく階層大好きなんで、あ、ワカメじゃないですよ。Renovate, Refurbish, Remodel ってですね、この3つを覚えておいてください。階層形ですね。映画の動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 OK です。で、レノベーションすごく重要なんで説明しますね。もともとの動詞にすると Renovate っていう形になります。 Renovate っていうのはここにね、はい、見たことないですか、ノバっていうのが入ってますけど、スーパーノバとかですね、超新星とかって言ったりするんですが、ノバっていうのは新しいってやつですね。まあノボとかね、新しいっていう意味の形容詞ですけど、こいつです。で、これの名詞がレノベーションです。で、リがついてるですね、階層は3つ覚えとかなきゃいけません。とにかく階層大好きなんで、あ、ワカメじゃないですよ。で、このリがなんでメントスコーラーいいんだよ、意味わからんだろう。ここでやったら、あなたたち怒られるでしょ。あなたたち怒られる。え、な、それ先生何ですか。メントス。いや、メントスコールなんですか。それなんですかそれ。なんですかじゃねえ。Say hello って書いてる。ちょっと私知らわかんないんですけど。なんかあるんですか。いいの、これ怒られてもいいんだったらやるぞ。やるぞ。じゃあ、カフェ
してください。別にいいんですよ。スタッフがやりましたって言えば。やめましょう、やめましょう、やめましょう。飲んでください。飲んでいいと。汚いデスクトップですね。すごいよかな。ただ呼びのやつで。58が明日、59あさって。今月曜なんですけど、火曜、水曜、木曜、金曜。で、土曜はトイックだから、こっちか。トイック、土曜、日曜で、これで来週の月曜まで1週間分あるってことですね。1、2、3、4、5、6、7って7個あって。前はね、もう編集マンたちともうずっとやりとりしてたんですけど、1回1回。だからそうするとね、だいたい4回5回やり取りしなきゃいけなくて、その度にね、大変だったんですよ。だからほら、前スイッチャーなかったから、スイッチャーない時代なんて、最初に2つの超重いファイルをダウンロードして、で、それをまず1つのファイルにつなげて、そっから編集するっていうので、本当にね、めっちゃ大変。ダウンロードにもめっちゃ時間かかるし、書き出しにも時間がかかるので、そこをね、直すのがめっちゃ大変なんですよ。で、スイッチャー入れて、なんとか時間が早くなったって感じですね。で、その後に、その何回もやり取りすると、やっぱ時間が超もったいないんで、1回目で僕はもうボーンと出して、まあ、大体30、40箇所ぐらい出すんですよ。だから、大体45分から1時間ぐらい自分がまずチェックして、新たなコメント、新たなテロップここに入れてくださいとかっていうのを出すんですよ。そういう感じでやって、で、上がってきたのを見て、それをまた送り直してっていうのをやってたんですけど、もうこれ、キリがないなと思って、もう2回目から自分が編集することにしてます。その編集マンが1回直したものを僕が編集します。で、そうすると、編集してるときにやっぱね、気づくんですよ。ここおかしいなとかっていうので。で、そうするともうこういう風にファイル、今ここ2つなってるの見えますかね？これ2つ。その直す部分だけを送ってもらうって感じにしてます、今。それでもね、やっぱね、こう今直しの部分を送ってもらったんだけど、やっぱ漢字が間違ってたりするわけですよ。ね、だから大体ね、漢字とスペルが間違うことが多いので、そこを直すって感じですね。だから今、ここが間違ってたから、今新たにね、そこに入れて、で、これはもう位置が分かってるから簡単ですけど、それが本当なわけないよ、そんなはずないよ。音合ってるじゃないですか。これ合わすのめっちゃ大変ですから、これね。でこういう風にね、なんかロボットみたいになっちゃったりするわけなんですけど、でもこれもさっきの直しで音合わせ済んでるので、だから簡単にいくん で直してこうやってやって、ただ今回の場合はですね、明るさが違うのでちょっと暗いってことで編集直してるんで、だから明るさの調整も入れて、つながりがちゃんと合うようにするわけ。それが本当なわけ。それが本当なわけないよ、そんなはずないよっていう風になりますね。ぴったり。それが本当なわけない。大丈夫ですね。つながり OK です。っていう風にやります。で、もう一箇所ミスがあったんで、音の方ですね。で、それが7分41秒だから、その編集来たやつに、まだこうやって、どう効果音足したりとか、この、ね、この A 足したりとか、あとは、まあ、字幕は、そうね、こういう風に字幕を足したりとかですね、そういうのをしたり、カットすることも多いです。とか、とか言ってるのをカットしたりすることもあるし、あとは板書部分をね、だいたい早送りしてる。編集マンたち2倍速で早送りにしてくれるんですけど、じゃあ、もっと早くできるなっていうところを2倍の2倍の4倍にする時も結構多いです。cannot come. そう、ここはね、can not がほら、can と not って話しちゃいけないじゃないですか。それが離れてたんで、そこを話さないでくださいって書いたら、それが字幕になってきたので、話さないっていう字幕になってたんで、それじゃダメですって言って、直してもらって、でもその、直してもらったけど、効果音がそのまま残ってるっていう状況になったんで、効果音はちゃんと消してくださいって言って、この段階。You cannot come ですね、これもそうです。あなた来ちゃった。そこのジャンっていう、聞こえます。You cannot come ですね、これもそうです。あなた来テロップが何もないのに、音だけが残っちゃってるっていうので。もそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来れませんよ。だから別にそこ、ここに入れちゃいい。来れませんよ。感覚としてやっぱつかみやすいですね。ここに入れちゃいいな。来れないよ、ダメよ。ここに入れて音だけ。これもそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来れませんよ。来ることできないよ。そうだ、キャノン、これもそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来れませんよってですね。これもそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来、まあこれなら大丈夫でしょう。多分こうするかな。もうそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来れません。もうそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。あなた来、これもそうです。あなた来ちゃダメだよってですね。はい、これで普通に動画を見てれば何も変わってるところはないんですけど、実は3つの
動画が合体してるっていうね。はい、こういう風にですね、毎回大変なんですよ。めちゃ時間かかるから。今ファイルが0058ですね。58のファイルが終わったっていうですね、のをやって、で、これで書き出す。あ、これで当然ね、私他の動画も同時進行で編集してますから、森哲イングリッシュチャンネルのものをね、大口先生とカエラがいたりとか、森哲さんチャンネルのがあったりとか、で、授業が2つとかね、そういう風に、同時進行で大体進んでます。こんな感じでね、編集してて。で、これが書き上がったものを、ただ呼びの Google ドライブなんですけど、そこに上がって、それをただ呼びスタッフがチェックするっていう感じです。最近チェックしてんのかな、英語は。ちょっと怪しい気がする。僕に任せられてるだけな気がする。で、ただ呼びの人が、ただ呼びの YouTube チャンネルに上げます。で、その YouTube チャンネルに上げたのを、タイトルとか、概要欄とかっていうのを僕が変えます、大体。そう、だから前はね、すごいいろいろね、書いてくれてたんだけど、どうせ僕に全部直されちゃうから、もう最近は書いてくれてない。で、サムネの方は、僕の雇ってるサムネ作ってくれる人がいるので、あ、そっちにこれ動画上がりましたっていうお知らせがいって、作ってくれます、サムネを。で、サムネもだから何回かやり取りすることも結構ありますね。だから、センスすごいいい人なんで、だからセンスの問題でこう、行き来することはまずないんで、ほとんどの場合サムネってですね、普通の編集マンが作ろうとしても無理なんですよ。やっぱ美的センスっていうのはなかなか難しくて、そこはもうやっぱしょうがないというか、こうしてください、ああしてくださいって言ってもできない人がかなり多いのに対して、その僕のサムネ作ってくれてる人はその美的センスがすごくあるんで、もうね、日本語の並び変えてくださいとか、サムネに出す問題はそっちじゃなくてこっちにしてくださいとか、ここにこういう文言を入れてくださいとか、そういうことだけなんで、そこは楽ですね。だいぶ楽だから、それが自腹であっても僕はもうお願いしてるわけです。書き上がりましたね。まあ Google ドライブの中には、ここにはです、長嶋先生ね、古文、現代文、英語っていう風にそれぞれ分かれてて、で、僕の場合は動画とサムネイルがあるんで、動画とサムネイルが分かれてて、で、動画の中でも、英語の普通の英文法講義と、特別講義祝日とかにやってるやつ、そしてトイック対策講座があるんで、それぞれフォルダーが分かれてて、今58が終わったんだよね。で、その58終わったら、そこにあげる。ここの Google ドライブにあげるっていう感じ。チャットワークっていう編集マンたちとやり取りするところがあって、でそこに終わったら上がりましたっていうのをタダビスタッフに送ります。でそうするとタダビスタッフが上げてくれるって感じです。でそれぞれの編集マンもそのチャットワークで、はい終わりました、これできました、これできましたっていうのが来る。でそれをタスク設定っていうのがあるんですけど、僕にタスク設定してもらうんですね。でそのタスクが僕はだから並んでるっていう感じです。だから8個とかバーってこれやんなきゃいけないタスクっていうのが並んでて、これのチェックが終わったらそのタスク終わりました、これの編集終わりました、それがどん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 減ってくっていう、そういうなんかね、人生毎日そのタスクとの戦い、タスクがいかに減っていくか。で、やっぱり大変、順番にやっていこうと思っても誰かが詰まっちゃうと、どん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 ね、遅れていくっていう感じになるんで、もう一つのミスでボボボボボボっと遅れが出るんで、すごい大変なんですよ。こんな感じになります。で、これで自分のね、チャンネルもあるから、だいたい自分のチャンネルに3時間ぐらいね、かけてできるから、ただいまの方は1時間半ぐらいで3時間、だから4時間半で、サブチャンネルの方は、まあ動画上げるまでで1時間だから、多分まあ5時間半から、まあ6時間、最低でも6時間は、その何かしらの編集的な作業をしてるって感じです。で、だいたい1本じゃないんで、やるのが、2本とか3本。多い時は本当に4本とかあるんで。で、武田塾から来る動画もチェックしなきゃいけないし、他のね、ブレイブっていうところの動画もチェックしなきゃいけなかったりするし、で、あとコンサルしてるところの動画もチェックしたりとかするんで、まあ、結構な時間がかかるわけですよ。はい、こんな感じで撮影してるんですね。そうなんですよ。1本の動画ですね、皆さん見るのは10分ちょっとですけども、こんだけ長い時間ね、かかってるっていうことをね、ぜひ知ってもらえればなと思いますね。多くの人が関わって、すごく頑張ってます。まあ、こういう形でね、まあ、スポンサーみたいな感じで助けてくれる人っていうのはね、多分これからも増えていくと思うんですが、そのためにね、チャンネル登録、ね、高評価とかね、お願いします。だからね、宗先生のやつもね、もっと長い時間出してくださいとかですね、宗先生毎日出してください。今の状況では無理です。たくさん登録者が増えないとできません。こんだけ時間かかってるわけですからね。ってことはお金もものすごいかかってるわけですよ、一本の動画作るのに。だから30分とかですね、とんでもないんですよ。めちゃくちゃ大変なんですよ。なんでね、そうしてほしいとかって思うんだったら、皆さんで広めてもらって、そしてみんながね、見てもらえればスポンサーの人たちついて、もっとね、先生も増やせるし、もっと長い時間授業もできる。で、そう先生の授業も毎日流すとかっていうのもできるようになるわけですから、ぜひね、そういう風にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.